ナジスコカップに関しては本当にすみませんでした。自分たちも望んでいる結果をうまく出せまして、皆様には本当に申し訳ないと思っています。ただまだ J リーグ、天皇杯両方タイトルチャンスがありますので、自分たちはそれに向けて戦いますので、皆さんも一緒にその